イメラジオ第1037回、今日は平成30年1月27日土曜日です。時刻は正午、土曜日の昼、暖かくなってきましたね。月曜日に降った雪、まだちらほら残っていますが、今日あたり溶けちゃうでしょうね。今日は空気が澄んでいて、西に面した窓、丹沢の稜線およびその向こうの富士も見えますね。富士の白い頂き、今日もとっても綺麗です。リスナーの皆さん、どんな土曜日お過ごしでしょうか？夢ラジオ1037回目。今回は、帝国陸軍の軍人さん、木村兵太郎を取り上げましょう。木村兵太郎です。ちょっと歴史に詳しい人だったら、東京裁判で絞首刑になった7名の A 級戦犯の一人、そうです、東条、板垣、武藤、土井原、松井、こういう陸軍軍人と並んで、木村、文官では一人広田弘毅いましたね。けれど、この7名、そういえばこの7名の木村以外の全部もうこの「夢ラジオ」で取り上げていますが、この木村さんだけ取り上げてなかった。今日これで7名の方全部夢ラジオでカバーということになりますが、なんとなく木村さん、影が薄いというか、なんでこの人この東京裁判のここにいるのっていう、そんな感じしませんか？7人いたって言って、もし木村さんもいたって知ってたとしても、じゃあなんで A 級戦犯なのっていう。それについてお話はしてみましょう。広島の人です。広島一中ですから名門ですね。当時の広島一中は、なんて言うんでしょう、広島という町そのものが軍都だったので、大本営が置かれたりしました。日清戦争の時には。ですから、栄えた町だったんです、軍都として。あと、当然中国地方の中心地ですから、広島一中、今は何高校でしたっけ、広島国体寺だったかな。私も一度行ったことあるんですよ、学校見学に。行くとね、かつて広島一中だったこの地に昭和天皇行幸をされ、週休サッカーをご覧になったみたいな、そんな石碑がありますよ。広島一中、名門だったんです。そこから広島の幼年学校、そして陸士20期、砲兵、陸士20期といえば、
沖縄で戦った牛島満中将、同期ですよ。牛島中将は沖縄戦の功を認められ、戦死後陸軍大将になり、そして今回の主人公木村は、木村はもうその昭和20年大将になってますから、この陸士20期からの大将牛島、そして今日の主人公木村、あと下村定もいますね、大将になった人として。陸大も出た木村、やっぱエリートだった。だからドイツ留学とかもやってますね。そして主に参謀本部の勤務が多かった。しかもじゃあ参謀本部に勤務したからって言って、実際の現場にというよりはむしろ参謀本部の中で出世していくっていう。影が薄いというのはこの時からそうで、華々しい戦功なく、華々しい戦功なくというより満州事変ですね。満州事変ぐらいしか、あと野茂藩、満州事変と野茂藩くらいしかもう戦いがなかったので、陸軍の中で三本を中心に出世はした。しかし戦いの経験なかった。けれど昭和14年には中将まで昇進し、その翌昭和15年、もう大東亜戦争の足音聞こえる頃、昭和15年関東軍の参謀長まで行ってますよ。昭和15年関東軍参謀長で、この昭和15年に関東軍の参謀長ってことは、それ以前に東条が務めてましたね。ですから東条の後を関東軍参謀長として引き継いだと。そして昭和16年もう4月、昭和16年4月から2年間は陸軍次官。この時木村次官の上に東条陸将。東条は戦争始まってからは、というか戦争の直前からか、戦争の直前から首相と陸将を兼任。その東条陸将のもと陸軍次官木村、そしてその下軍務局長に武藤、この3人がリードして大東亜戦争を引っ張っていったわけです。軍務局長の武藤は対米開戦にはどちらかというと消極的、頭いい武藤なればこれは勝てないと思ってた節ありますが、その開戦時に軍務局長という要職にあった、それは否定できない。開戦に至る過程でもね、その武藤を部下とし、東条を上司とし、間にいたのが木村。だから東条とは仲良かったんですよ、木村さん。そしてこの東条さんって人は、やっぱりイエスマンで固めるっていうのかな、もう自分の言うことをさっと聞いてくれて実行してくれる、そういう部下で固める。つまり反対意見とか耳に痛いこと言うとか、そういうものをも、なんていうか包み込んで軍政をやっていく、そんな器ではなかった。ですからちょうど木村みたいに「はいはい」と言うこと聞いて、しかし実務能力はあるからさっさっさと片付けてくれる。
では当然関東軍参謀長にしても、あるいは陸軍次官にしても、東条の引きで木村はなった。ただし、まあイエスマンとしての役割に徹したわけで、影が薄いというのはそういうこと。そんな木村がですね、もう戦局悪化した昭和19年8月、1944年ですよ。昭和19年の8月に、なんと、ビルマ方面軍の司令官、ビルマ方面軍の司令官、このビルマ方面軍というのを、南方軍というのが束ねていてね、南方軍が、このビルマ方面軍というのを束ねていて、そのビルマ方面軍の司令官が木村になった。その上にあった南方軍の総司令官は寺内ですね。寺内久一。木村がビルマ方面軍、つまりラングーンに到着した時、つまり昭和19年の8月といえば、もうインパール作戦大失敗の時ですよ。ところがインパール作戦はよく語られてもですね、この木村が到着した後ね、木村が到着した後のこのビルマ方面軍の首脳、このビルマ方面軍の首脳がむちゃくちゃをやった。だからインパール作戦の死者よりも、この木村がここに着任し、そして、まあ逃亡したんですね。逃亡した。そして現地が大混乱し、だって司令部がいなくなったんだから。そこからもう、逃げるに逃げられず、イギリス軍、インド軍の合同軍にやられるか、あるいは飢えて死ぬか、あるいは雨に流されるか、川に流されるか。つまりイギリス軍がやってくるラングーンに、ビルマね、木村は逃げた。司令部移しちゃったんですよ、タイへ。安全なタイへ。だったら司令部がいなくなったら、その現地部隊は命令が来ないわけで、混乱しちゃいますね。で、ものすごい、死傷者が出ました。もう死傷者というか、もう死者が出ました。インパール作戦が、悲惨な戦いだった。その通りなんです。19年3月から4月にかけての。でも、2万人の戦死者。けれど、その後、つまり、木村が着任し、そしてイギリス軍が攻めてくると聞いて逃亡し、そしてビルマに取り残された数十万の日本兵がどうしていいかわからず、結局、ビルマ方面での戦死者は15万人。ということは、インパール作戦で2万人、大体ですよ。残りの13万人は、その木村に責任があると言ってもいいんですよ。司令官はとどまるべきです。撤退するならするで、最後の一人が撤退するのを見届けてから自分が撤退すべきです。木村さん、それができなかった。逃げてしまいましたね。しかも、この敵前逃亡なんですけど、この後に陸軍中将から陸軍大将に昇進するというありえない人事。もう帝国陸軍はこの時点で腐りきっていた。インパール作戦の無駄口も無能、そして無責任と言わざるを得ませんが、その後の、この木村、もっと、その何倍も、災い大きかった。
ただしこれはですね、この敵前逃亡というのは戦争犯罪とは直接関係がありません。統帥におけるね、統帥における行動を戦争犯罪として裁くことはできません。ですから木村が後の極東裁判で死刑に処させられたのはやっぱり政治の趣です。東条の下にいて武藤の上にいて、ということは真ん中の木村だけね、真ん中の木村だけ責任がないはずはなく、東条に絞首刑決まり、武藤にも絞首刑決まったんなら、木村にも、まあこんな感じだったでしょう、最終的には。ただしです、それプラス、このビルマ作戦におけるね、ビルマ作戦におけるあまりの、無責任な統帥、これも、やはり木村に対する、心証ですね、裁判における心証としては、大きく影響したとは言える。連合国側からして、敵前逃亡してくれた木村は、連合国側としてはありがたい存在とはいうものの、一旦戦争が終わってみれば、敵国とはいえ、日本軍の兵士を無駄に10万人以上も死なせた、この責任ある木村に、極東裁判で何かの、初段を下す、その要素はあった。私はそう考えますね。広田幸喜と同じく、木村平太郎、極東裁判では自分の発言が何に利用されるかわからないということで、もう終始無言でした。なおさら影が薄くなりましたね。まあ、生まれた時代が悪かったというんでしょうか。別な時代だったら、しかも軍人の器でもないような気がしますね。関東精神ゼロ、適当な官僚あたりで、文官、適当な官僚あたりで、自分の実務能力を生かしながら、平和な人生暮らすっていう、そういうのが向いてる人だった。そもそも軍に足踏み入れたのがおかしかったし、後の性格考えれば、そもそも生まれた時代が本人に合ってなかった。その結果としての極東裁判における絞首刑だったとすれば、ちぐはぐなものを感じ続けた人生。1037回目の夢ラジオ、今回は陸軍大将にも昇進した木村平太郎を取り上げました。窓の外、土曜日の光明るくなってきました。